関連して時間がないのでお尋ねしますが、今回の感染爆発、あえて申し上げますが、これ五輪との関係性はありますか、お認めいただけますか。尾身さんもそう言ってますが。西村大臣。昨日の国会、厚労委員会の場だと思いますけれども、尾身会長の発言はですね、五輪の開催が人々の意識に与えた影響はあるとおっしゃってますが、バブルの中で、つまり厳格な行動管理がなされている中で、バブルの中での感染が急激なこの東京をはじめとする足元の日本の国内の感染拡大に直接関係しているとは全く思わないということも発言をされております。私はその意識に与えた影響が大きいんじゃないかと思ってるんですよ。かたや大運動会やってるわけですからね。自粛要請とかが響くはずがないじゃないですか。これ五輪の対応もそうだし、全国への緊急事態宣言の発令、それからもちろんパラリンピックの対応もこれから出てくるでしょう。特にこの対応プラス緊急事態宣言の全国の発令、今どうお考えですか。